これすごいでしょ。でかい焼きそば。これついにこれをね、挑戦して食べてみようかっていう時が来ました。当然お腹は空かしてあります。で、あまりお腹が空きすぎると逆に食べきれないってことあるじゃないですか。だから、ちょうどいい塩梅のところでお水を一杯飲んで、いけるかなっていうタイミングでこのでかい焼きそば、お湯を今沸かしております。いや、この焼きそばね、一体どのぐらいの量になるんでしょうかね。楽しみに、これから挑戦してみようかと思います。まあ、なんせでかいでしょう。で、こっちに封を開けたものがありますんで、こちらにね、この今沸かしてるお湯を入れようかと思うんですけども、どのぐらいのお湯の量が必要なんですかね。まあ、かなり多めに沸かしてるんで時間かかってますけども、すごいですよ、これ。この、でかさ。これが2つ入ってるわけです。2食分から3食分ですよ。2142kcal でしょ。いや、私もね、1個360kcal のカレーパンを2つぐらいだったら食べるんですよ。それでも700kcal でしょ。それの3倍ですからね。だからカレーパンを6個食べるような雰囲気ですよ。カロリーベースで言うと。で、火薬の、これも重い。焼きそばもずっしりできてますよ、このソースも。いや、これね、一体どうなっちゃうんでしょうかね。まあ、とにかく、この火薬を入れていきましょうか。主にはキャベツが入ってますけどね、こうやって。で、一応、奥の方にこう入れ込んで、お湯が沸いたみたいなんで、お湯を入れていきますよ。すごい湯気。一応ね、やかん全部に水を溜めたんで、足りるとは思うんですけども、あれ？足りないかな？あ。足りないですね、ちょっとね。足りない。このやかん一杯では。ちょっと早急に追加で沸かさないと。ちょっとお湯追加。なんとか足りたかな。すり切り一杯。よし、足りました。はい、じゃあこれで、しばらく待ちましょう。このデカさ、これですよ。これね。マグカップの上までいきますよ、これ。すごいっすね。こんな感じで。ほらね。マグカップの。すごいっすね。この厚みですよ、この厚み。ね、顔隠れる。でかい。でかい。お湯の目安が書いてますね。1.3 リットルですよ。1リットル以上お湯がいるんだ。で、熱湯3分。これは時間変わらないんですね。で、カップ焼きそばのコツなんですけども、途中でね、こうお湯を全体に浸透させるために、ちょっとね、ほぐしながら混ぜる。あ！ちょっとこれ、このお湯じゃちょっとね、パワーが足んないですね。うん、お湯がね、冷め始めてるんじゃないかなっていうふうな気がします。冬場だとお湯が冷めるってことがあるんで、カップ焼きそばに向かないんですよ。今ね、もう6月になろうとしてる時期なんで、まあ夜でも、そんなに寒くないんですよね。だから気候的にも、このぐらいの時期から7月、8月が、でかい焼きそばを作るチャンスではなかろうかと思いますけどね。超大盛りです。大変なことが分かりました。こんなのが発掘されちゃいました。確かにこういうの入ってたな。もうお湯まみれですわ。もうちょっとしたらできるかなと思いますけども。なんかどうもね。でも、いまいち、これはね、なかなか、お湯でほぐすのが骨ですよ。うん。で混ぜながら、もうお湯をひたひたと全身に当てないと、もうちょっと並々とお湯つけばよかったかな。ちょっとね、これ、ラチが開きませんので、これじゃ無理ですね、どうやら。ですんで、今更ながらなんですけども、こっちの方に移してね、うわぁ、これダメだな、食えねえな、絶対。ほら、見てください、これ。どんだけモリモリなんだというね。これ鍋に移して焼きそばですよ、これ。
で、これで蓋をしないとね、こうやって作るしかないですよね。じゃあいよいよお湯をね、廃棄していきますね。すごいでしょ、湯切りもちゃんとできるのかな。うわ、重いわ、これは重い。これやっぱおすすめできないですね、これはね。ドカンと、ああ焦げついちゃった。ここに焦げついちゃってますね。ほら、これちょっとね、作っては見たんですけども、食べきれない恐れがあります。はい、うめー。ソースを混ぜるのも一苦労。一体これ誰が食べるんですかね。やっぱ昨今の大食い YouTuber の影響でこういうのができたんでしょうか。おかげで私もこれ食べる羽目になってるけど、なんでこんなの買っちゃったんだろう。不思議ですね。あ、でもすごくいい匂いがする。焼きそばは焼きそばでいい匂いですね、これはね。すごい、おいしそう。よし、十分混ぜるぞ。はい、通常はね、私お皿に移して食べるんですけども、お皿に移す、お皿がないです。でかいお皿でも移れないんで、やっぱりこう、深型の皿じゃないと無理なんで、これにですね、できる限りのトッピングをして、これでいただこうかなっていうところですね。まあ、これでも美味しそうに見えますね、随分ね。うん。はい、ではですね、実際にいただいてみようかなというところですね。うわ、食欲が出るな、これ。すごい、美味しそう。じゃ、ちょっとね、歯ごたえは失われてますよ、やっぱり。お湯に、ひたひたとつける分だけ、もうちょっとしなっちゃってるというか。うん、美味しい。いやけどね、ソースが完全に混ざりきってないんで、あの麺の白いところとかありますよ、やっぱり。うん、これソース混ぜるのがね、手が痛くなる、ここが。うん、まさにね、ソースが濃いところはしっかり味がついてて美味しいんですけど、これ正直言ってね、おすすめしません。食べきれませんよ、ほんと。うん、これを深夜4時に食うというね、腹が重くなりましたね。うん、まあでもね、美味しかった。最後まで美味しかった、美味しかったけど、まあ、このコンディションはめったにないんで、普段の暮らししたら絶対に食べられないでしょうね。このね、3分の1ですよ、ほんと。半分でもきついと思うんで。だから途中から放心状態で食べてましたんで、私もね。私は別に大食いの方じゃないですからね。うん。まあでもいい経験でした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あとね、隅っこ寄せながら、最後まで、キャベツもネギも、責任を持って食べようかと思います。じゃあ、以上です。